このセットは小さきものの世界といいまして、大きさが幅40センチ、奥行き20センチほどで、高さが屏風までの高さが15センチほどの極めて小さいセットになります。このセットに今から三段飾りのひな人形を置いているところです。上から代理びな三人勘定、その周りに石餅、代々桜を置いてます。一番下が五輪林になります。そしてこの後の2枚に置くものが今回の目玉の江戸期に作られたとあろう雛職人の精巧さが見える極めて小さい小箱、この場合開きダンスと小箱、右手には長持ちと狛犬を配置しています。すべてこの家具は可動式で、今も小さいものを入れたりするのに使えるような精巧なものです。